大麻取締法違反、所持の疑いで、福岡県警に16日に逮捕された元 HKT48 の谷口愛理容疑者、21。谷口容疑者は、大麻は交際相手のものだと供述しているという。谷口博史議者は2011年、12歳の時、H キロトン48の第1期生21人の中の一人として加入したが、12年に同グループを脱退。高校進学後は、美少女女子高生を決めるヤングジャンプ企画、聖コレアルティメット2014でグランプリを獲得し、グラビア DVD も発売していた。谷口は HKT を脱退する際、5人のメンバーが同時に脱退しました。脱退メンバーに関しては、男性宅にお泊まり、喫煙、飲酒などの素行不良の噂が流れましたが、確定的なものはありませんでした。彼女は在籍期間が短かったので、美少女でしたが目立たない存在でしたね。しかし脱退後は急速にギャル化。今回の逮捕で谷口と同じ中学に通っていたという人物が、中学にいる時からあまりいい噂を聞かなかったので、HKT 脱退も今回の逮捕も驚きはない、という趣旨のツイートをしています。アイドル雑誌関係者。逮捕時は、福岡市内のキャバクラに勤務しながら、再び表舞台に立つ機会を伺っていた谷口容疑者。TikTokにもアカウントを持っており、フォロワー数は8万6000人、オーバー。また、姉ギャル系雑誌、ナッツの専属モデルオーディションも受けている、真っ最中で、逮捕される前日にも LINE ライブを行い歌声を披露していました。デビュー当時の純朴そうなイメージ、現在のケバい見た目、そして違法薬物での逮捕という流れから、ファンの間では、沢尻エリカに例えられています。前出の関係者。今年1月に一部マスコミが、紅白出馬経験のある国民的、女性グループアイドルの元メンバー X が、薬物逮捕間近と報じていた。これに対し、疑惑の目を向けられた元モーニング娘。のカゴアイ、32、と、元所属事務所が完全否定を表明するなど、予想合戦がヒートアップしていたが、この暗査は、谷口容疑者だったのだろうか。ネット上では、早くも、ヘアヌードで出直しに期待などという声も上がっている。